人それぞれだろ。宇宙において生と死は刻一刻と流れている。お前と俺の悲しみは事実としてあるが、特別なものではない。このことを心に刻めば、雑念も切り離せる。過去の大事さについては、人それぞれだろう。自分は誰で、どこから来たのか、そういうのは全部忘れちゃったよ。だから列車に居候してるんだ。このまま列車と一緒に行けば、うちの過去を取り戻せるんじゃないかと思って。聞いた？うちの機転のおかげで助かったんだよ。今回は迷惑かけずにみんなを救えた。謙遜はしないよ。うちってばさすが！自分は誰で、どこから来たのか、そういうのは全部忘れちゃったよ。だから列車に居候してるんだ。このまま列車と一緒に行けば、うちの過去を取り戻せるんじゃないかと思って。列車のルール？破壊行為禁止。エンジンルーム立ち入り禁止。あと、なぜ空を飛べるかみたいなつまらない質問も禁止ね。そう、これは氷の星。でも、枯れ果てたわけではないの。さあみんな、ようこそ、私たちが開拓する新世界へ。銀河にはあらゆる可能性がある。人間の運命も、神に与えられた道だけではない。君たちと一緒に行きたいのは山々だが、姫子に止められていてな。若者たちに友情を育む機会をやれとのことだ。銀河にはあらゆる可能性がある。人間の運命も、神に与えられた道だけではない。もう時間ね。私は行くわ。すぐに誰かが見つけてくれるから、彼らについて行きなさい。あなたは、私以外のすべてを忘れるの。私が他人の言う通り動くのが嫌いなのは知ってるわよね。エリオもそれを知っているから、やってはいけないことだけを教えてくれる。例えば、ここにいる全員を殺すとかね。もう時間ね。私は行くわ。すぐに誰かが見つけてくれるから、彼らについて行きなさい。あなたは、私以外のすべてを忘れるの。
これらのことは AI に任せることができるけど、私は今でも全て手作業で行っている。何度でも繰り返す価値がある。戦闘と同じようにハッカーも感覚が頼りだから。今度こそ私を楽しませてくれるの？これまでの行動は本当に退屈だった。これらのことは AI に任せることができるけど、私は今でも全て手作業で行っている。何度でも繰り返す価値がある。戦闘と同じようにハッカーも感覚が頼りだから。誤解するな。俺の行動の前提には宇宙ステーションの安全を守ることがある。他の誰とも関係はない。これぐらいの怪我、なんともない。生きている限り戦える。誤解するな。俺の行動の前提には宇宙ステーションの安全を守ることがある。他の誰とも関係はない。これぐらいの怪我、なんともない。生きている限り戦える。宇宙ステーションで育った実験サンプルが私のご飯を盗んで食べたりしないよね。いや、私の晩ご飯は虫じゃない。じゃあ次の質問。虫って美味しい？亀星系はゆっくりと新しい恒星を生成する。ウサギ星系は一瞬で数千の恒星を生み出して、一瞬で全ての燃料を使い切る。どう？わかりやすい説明でしょ？私はもう完璧なのに、これ以上何をするの？書籍をもう何冊か出してもいいけど、私にとっては何の役にも立たない。なんで無駄なエネルギーを使わなければいけないの？それぞれが独りよがりな方法論を持ち、一晩で書き上げた、たった1ページから図書館を築き上げてる。それが問題なの。私はもう完璧なのに、これ以上何をするの？書籍をもう何冊か出してもいいけど、私にとっては何の役にも立たない。なんで無駄なエネルギーを使わなければいけないの？ここでは何でも買えますよ。お金さえあればですが。そんなバカな、我が人生に恥じることなどありません。まさか知らないうちに何か失礼な行為でもしましたか？ここでは何でも買えますよ。お金さえあればですが。忠誠は生まれつきの美徳ではない。使えられる者も相応の資格を持つべきだ。謙虚な謙遜者たちがこの町を築いた。孫悟のクリフォト様のご加護のもと、ベロブルグは風雪に侵されてもなお永遠に暖かいままである。あなたたちの行動と発言の権利を一時的に剥奪する。
私を信じてほしい。裁判団があなたたちを裁くとき、弁明の機会が与えられる。列界に侵食されていても、ここはベロブルグの一部、私たちの郷土。私は、諦めない。あなたたちの行動と発言の権利を一時的に剥奪する。私を信じてほしい。裁判団があなたたちを裁くとき、弁明の機会が与えられる。長官、情報官ペラ、ご報告に参りました。今回の事件は計画した襲撃行為とは思えません。犯人は一人、それに暴力行為が一切見られませんでした。あなたが残ってくれるのなら、僕は口をつぐみ、二度と愛を語らない。はあ、いつになったらベロブルグにこんなロマンが訪れるの？メンテナンスの本当の目的は、機械の個性を守り育てること。今の世の中はね、科学の恩恵を受けたいと同時に、手間をかけたくないのよ。ボディが曲がっていても、弦が錆びていても、直せるわよ。ベロブルクの情熱が再燃する瞬間を見てて！メンテナンスの本当の目的は、機械の個性を守り育てること。今の世の中はね、科学の恩恵を受けたいと同時に、手間をかけたくないのよ。ここの人たち、特に病人たちは、死ぬことよりも生きる決意をする方が難しいのよ。いつになったら治療法が見つかるのかしら。自分たちの力で公平な都市を築く。これって当たり前のことよね。自分たちの力で公平な都市を築く。これって当たり前のことよね。自分たちの力で公平な都市を築く。これって当たり前のことよね。採掘チームも地縁の皆さんもスバローグの本当の思いを分かってない。クララが説得してみせる。必要ない。少数のサンプルでは人間の行動は常に理性から逸脱しているという計算を変えることはできない。クララの一番の願いはみんなが団結することなの。その、家族みたいに。安心しろ。私がいれば、全員、クラーラの家族だ。